際にお越しいただきました。ありがとうございます。いや、撮影ありがとうございました。お疲れ様でした。僕の特集をね、していただいたそうで楽しみにしておりますよ。ありがとうございます。スノオカピーがちょっと乱れるっていう感じですかね。はい、本当に上手にお願いしますね。ありがとうございます。まあ、せっかくですので、まあ、僕のレース受けてもらおうと思います。はい、何が良かったでしたっけ。僕も全然 YG ができなくて。YG? はい。YG? かっこいいですよね。出したいですよね。出したいです。イメージ、どんな選手の YG とかあります？そうですね。うん、特には、やっぱり、マハルさんですね。マハルさん、僕じゃないんだ。あ、まあまあ、僕は出してないからね。ですよね。ガチになったかもいい。こう行きたいですよね。こう行きたいですよね。そこまで行くか分かんないですけど、まあ、オカピー流の YG サーブの教え方っていうところをちょっと使ってですね、伝わればいいなぁ。難しいです。まあ、時間も差し迫ってるんで、20分で。そう、20分でちょっとやりたいなと。できますから。あ、もう岡野さんが。はい。僕の力量が、はい、はい、試されますけど。身を委ねて。身を委ねて。はい、そうですね。はい、僕に身を預けてくださいね。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ早速いきますね。今の超減量確認ということで、はいはい、イメージので YG サーブやっていただいてよろしいですか。はい、お願いします。まあ、ハブちゃんじゃないですか。もう一回いきましょう、もう一回。はい。ありがとうございます。さあ、20分で何ができるか。まず、YG サーブをする前にですね、まあ、これは僕の、卓球の本質をついたところなんですけど、ボール必ず上に上がって、落ちてくるじゃないですか。で、当たったら跳ね返って入る。そう、まずその跳ね返って入るっていうことが YG サーブの形でできればいいんですよ。そう、今は、はい、この動作の中でスイングをしようってしてるので、もっと前の段階にちょっと行ってからやってみましょうか。じゃあ何をするかっていうとですね、ちょっとすいませんね、まあ、YG サーブの格好はですね、まずこうじゃないですか。当たる時の格好ですね。こうなりますよね。で、それ体勢的にどうですか？しんどいですね。ですよね。しんどいんですよ。そう。振ってるんで。そう。皆さんね、YG サーブできないっていう、まず最大の理由が、この体勢がしんどい。しんどくないんですよ。そう。なんでしんどくなるかというと、体主体なので、自分主体になると、きついんですよ。違うんですよ。ラケットさんが主役。まあ、ボールが主役でこれサーブなんですけど、YG サーブ出すよ。ラケットを自分よりも引き立たさなきゃいけないんです。なので、YG サーブ出すときのラケットの面があるじゃないですか。はい。そうです。多分、ちょっと始まっていいですか。こういうふうにですね、はい。これに合うように、ただ持ってばいいわけです。そう。あ、そう。今どうですか？苦しい。全然。ですよね。全然ですね。ここがまず、第一関門ですよ。そう。そうそう。もう、ラケットさんそこになきゃいけないんで、そうそうそう、こうセットしといて、こうセットしといてから、これもちゃんいいんですよ。ああ、なるまずこいつセットして、これ合うようにこうもちゃんもうこんであと当てたら勝手に入るんですよ。ちょっと僕お手本見せていいですか。はい、いきますよ。セットして、で、当たる場所っていうのが Y 出す場所も大体この辺なんですよね。で、ここにこう持つ、そう、こういう感じね。こうパントマイムするために、ああ、もうで、呼吸もできる状態にして当てて、あ、投げて、こうやってやったら、もう、こんで入っちゃうんですよ。もうこれ、低くて、2番。最高のサーブじゃないですか。まずこれですよ。
これができたら、今クロスにこう打ってますけど、これこっちに向けて、でこれ持ったらフォアの方に向くんで、こうやってここ持って、まずここ行きましょう。まずここですね。はい、まずラケットさん。ちょっと僕ラケットスッとしましょう。あ、いいです。でこの辺なんで。じゃあこう。そうです、そうですね。はい。ここで無理。そうそう。で苦しいかどうか呼吸ができるか。バッチリです。呼吸ができるは楽なんで。素晴らしい。そんな感じです。で、あと角度的にこう光の反射と一緒なんで、こう45度を立ててもらうと、まあ、こんな感じで。ちょっともう一回話しましょうか。はい。そう、これがこれ0度の90度の45度ですね。まあこのぐらいにしとくといいんで、そうそうそう、そうそうそう。あと跳ね返って、わ、素晴らしい。ちょ3回ぐらいいきましょう。もうバッチリじゃないですか。あ、いい。そう、そんな感じ。そう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 。あ、もうできますやん。もうこれ第一関門これで突破ですよ。そうそう。どうすかどうすか。新鮮ですね。はい、新鮮ですね。楽でしょ。楽です、楽です。うん、本当に楽。そう。で、あとは当たった時にスライドさせるだけ。はい。ああ。そう。こうやって。おお。そう、でこの力はいらないんですよ。ただただ手を当たるときにふーってふーって、ラケットさんを向こうにちょっと移動してもらっていいですかぐらいでふーってやるとこうこうこういくんで、ちょっとここまで行きましょうか。はい、じゃあ行ってみます。あ、回転かかったじゃないですか。今かかったかかった。マジで、マジ。そうそうそう、曲がってる曲がってる。わお、そう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 、めちゃめちゃいいじゃないですか。そうそうそう、おお、いい感じ、いい感じ。そう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 、セットしといて、そう、45度にしとけば光の反射必ず90度で飛んでいくんで、低くなっていくんで、そう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 、できた、できた、おお、すげえ、素晴らしい。そう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 、素晴らしい。やべえ、本当にできてる。おお、できた。ちょっとここまでまだね、5分経ってない。すげえ、まだ経ってない。しゃべり、あ、しゃべり入れて今8分だから。あ、ちょっとこれはちょっと分かりました。力がないんです。そう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 、めっちゃダメなんですよ。そう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 。あー、なるほど、素晴らしいです。そうそうそう、確かに。そうそうそう、本当に最初にちょっと何かやってもらって、あ、もう漕ぎがないの。今ちょっとやばくない、漕ぎました。そう、こう、そう、こうじゃないですよ。じゃないです、まだまだ違う、まあ、これはまだ違う。そうそう、そこ行きましょう。あ、もうだってそう、マルチャンが欲しいじゃないですか。あれが欲しいんですよ。そうです。今、もう一回ちょっとおさらいしますと、はい、第一段階はこうラケット、手動にこうセットして楽に、ただただ手を添えて跳ね返りを利用したらもうその形で出せる。で、第二段階としてはスイングをする、こうアダルトスイングすれば、あ、ミスだ、こうなるんですけど、第三段階はスイング3つあるんですよ。まず第二段階なのがもうただ第一のスイングなんで、第一のスイング、あとボールの形に沿ったスイングが2つで、まあ、はるちゃんのボールの形に反したのが3つなんですよ。だここまでは一緒、ここまでは一緒で、あとは素振りをちょっとしましょう。どういうイメージかって言ったら、ここからただこういうふうですよね。あ、そう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 、当てたらこう、そう、当てたらこう、そうそう、こんなこんなケース、当たるときにこうやってやったら、おお、うん、あ、いやいや、今振っちゃった、うん、当たる状態でこうやって下ろせばなっちゃう。なんかもうそれっぽいじゃないですか。おお、それっぽい。いや、いいセンス、いいセンス、めちゃくちゃいいです。そうそう。あ、よし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 。そう、まあ跳ね返るを、跳ね返るを。わあ、指に当たる。指やね、もうちょいですね、もうちょいですね。うん、あ、
ケです、ケです。そう、ケです。ただ振る前に、なんか第一段階で当てる、当てて、そう。まずこの状態で当てる。跳ね返って入るようになる。そう。その後に振るんで。おー素晴らしい。そう。惜しい。めちゃめちゃいい。分かってるね。そう。当てるのすごい大事ですね。これがすごい。これが大事。そう。これがすごい。そう。やっぱこれすごい大事ですよ。これは本当に大事でしょう。これができないと、意味がいけない。絶対いけない。そう。シングの前に、ただ跳ね返ったら入るのを覚えれば、そうですね。めちゃくちゃ跳ね返ったら、今の、で、こっから、こう、そう。そうですね。ただそれを添えるだけ、これ多分こうやってしんどいんで、こうやってやった方が楽。楽です。で、もともとつくとけば、そのままこう。そう。最初にしたら十分ですよ。あ、もう。でもやっぱり腕がしんどいから、ちょっとやっぱり持ち方はちょっとおかしい、握っちゃいけないんですよね、セットしておいてからですね。持ち方は自由なんで、ラケットさんがこういけばいいんで、例えば今こう持ってますけど、別に親指こっち、本当に何ちゅうのここで持ってもいいぐらいです。人差し指をここにかけてもいいと。こうやってやってる人にいるんで、こうやって。あ、本当ですか？昔、なんかチェックみたいな。本当ですか？これ、あ、ありがとうございます。やりやすさですね。まず、この時も。あ、惜しい。いけるっす。どうですか。いやー、試合でやすいですね。やりやすいです。ここに乗った方が。うん。ここは爪に当たってたんで。そうですよね。こっちの方が。そう。やりやすいですね。圧倒的にやりやすいですね。そう。で、これちょっと前の動画で、リップの話もしましたけど、見てくれましたか？ありがとうございます。ありがとうございます。そう、自由なんですよ。強制的にこうしろってことはなくて、打ちやすいグリップが一番いい。そこを第一優先にする。ナイスサーブ。いいですね。ちょっとできるような感じ、いい感覚になってます。ありがとうございます。もうビフォーアクター見ていただいたら完璧ですよ。全然できなかったので、これそう。でかいですね。あ、今素晴らしい。でかいですね、これは。普通のサーブじゃないですか、もう。普通のワイビサーブじゃないですか、もうそれは。これもできるの。あ、いいですね。これは横を向かっていい。そうです。まあ、まずいける。で、スイング3種類あるんで、まっすぐと、振り上げるのと、振り下ろすのと。振り上げやってない。そう、振り下ろす。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。まだ20分経ってないんですけど、まあ、一応最初に比べたら、どうですか？入るようになってきましたね、まず。入る感覚が。感覚が、あ、ここで、ミスった時が、明らかにミスって分かる、感覚が出てきました。で、これやると、やっぱ原因っていうのが見えてくるんですよ。どうしてもみんな、回転とか、格好とかを、本とかそういうので言われたままにまずやってみるんですけど、その時に苦しいのは全てダメです。僕の指導的には呼吸できることが大事なので、なおかつラケットさんを自分よりも上にしなきゃ、ここはセット、ラケットさんが気持ちよく動けば入るんで、それを妨げてるのが自分なので、自分を主にしたら妨げることがないから、ラケットを主にした上で添えて、はい、気持ちよく動いてもらうと、その練習をしていただくといいのかなっていう。わかりました。思います。ありがとうございます。はい、今回の動画は以上になります。今回ピンポンパビリオンの上垣さんですね。はい。YG サーブをちょっと指導させていただきました。ありがとうございます。はい、まあ。
ほっとね、いい感覚でした。おめでとうございます。ありがとうございます。初めてですよね。初めてです。素晴らしい。ありがとうございます。この動画聞いていただきました、チャンネルと、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとピンポンパビリオンさんの方も動画の方出していきますので、はい、そちらの方も概要欄の方に、間に合えば、後からでもね、貼り付けていきますので、ぜひそちらの方もチャンネル登録の方も、はい、よろしくお願いします。はい、今回本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。